腸腰筋を伸ばせば体型は早く変わる。効率的筋トレメニュー考案家のタートルです。いつも高評価コメントありがとうございます。今回は上半身と下半身をつなぐ唯一の筋肉、この腸腰筋をストレッチしていきます。ここの筋肉が硬くなると反り腰になって、お腹が出て腰痛になり、下半身太りを引き起こしてしまうんです。一番最後にとっておきなイーグルストレッチも紹介してますんで、一緒に伸ばしましょう。スマホ顔の前を置いて一緒にやりましょう。まずはうつ伏せです。肩の下に手をついて体を反らして腸腰筋伸ばします。まずはリラックスした状態で行ってください。お尻をね、少しキューッと締めるとね、ちゃんと筋肉伸びやすくなると思います。もしね、お腹も鼠径部も体が浮いちゃうよっていう場合は、手の位置をね、ちょっと前にしてみてください。そして今回のメニュー、腰が痛いよっていう人は手じゃなくて肘で行ってください。はい、OK です。今度はこのままね、片足横に出してみましょう。今度は体が結構反れるんで、腰きつい人は肘をついて胸張ってください。今度はね、伸ばしている足の腸腰筋しっかり伸ばしてます。リラックスして息を吐きながら行ってください。手をつくとね、肩に力がね入っちゃうんですが、肩の力ストーンと落としてみてください。肩を落として胸を張るイメージです。リラックスしていきましょう。はい、そしたら今度は右側の手の位置に左手をついて、右手はさらに曲げてる足に近づけて、足伸ばしてる側しっかり伸ばしましょう。斜め向いてるんでちょっと難しいかもしれませんが、難しい場合は肘をついて後ろ向いとくイメージでやってください。できる人は手をついたまま伸ばしてみてください。体が横向いてればね、顔はスマホ向いてても結構です。息を止めないようにリラックスして行いましょう。はい、いいですよ。また正面向きます。ではね、今度広くしてください。広くした状態で交互に肩を内側にするイメージです。これでね、腰、股関節周り、太ももストレッチしています。この腸腰筋っていうのはね、基本的には腰、股関節、骨盤が関係している筋肉です。なのでね、結構腰を回す運動でね、よく伸びる筋肉です。はい、じゃあ反対足にしましょう。足を横に出して上体反らしてキープしましょう。手の位置もね、調整してください。もし腰が硬い人は手を手前にしすぎるとね、結構伸びすぎて次の日腰痛いなってことがありえるんで、ね、まずはね、この動画見ながら初回の人はちょっと手を前目でやってください。2回目3回目だよっていう人はね、結構手を手前にしても結構です。まずはゆっくり伸ばしましょう。はい、いいですよ。今度は左手の横に右手を置いて、体を横向けたままキープです。結構伸びますよね、こっちは。もうお腹の横とかね、もう腸腰筋、股関節周り全部伸びてますからね。体は横向いて、顔は正面向いてもいいです。あんまり無理に伸ばすとね、筋肉痛きたりしますから、あくまでもね、これはストレッチなんで、呼吸はリラックスしながら痛くない程度で伸ばしてください。よっしゃ、 OK。 伸びた、ものすごい伸びた。
やっぱり硬い方ってありますからね。吐いてを広くして肩を交互に入れましょう。体を左右に揺らしてください。楽に楽に伸ばしていきましょうね。このストレッチをね、基本的に朝、お風呂上がり、寝る前、そういうタイミングがね、いいと思います。朝はね、結構硬いこと多いんで、まずは風呂上がりかね、夜がおすすめですかね。はい、OK。今度は四つん這いになります。四つん這いの状態から右手の横に右足を出してキープ。足の幅はね、調整してください。あんまり膝がね出ちゃうと前かがみすぎるんで、ちょっと後ろ足をね下げて、ちょうどいいぐらいに90度ぐらい作って体を伸ばしてキープです。あ、伸びますね。もし余裕があるよっていう人は後ろの膝浮かしてもらっても結構です。ただめちゃくちゃ伸びます。よーし、 OK。 じゃあ今度はこのまま足を横に寝かせましょう。今度はお尻の方も伸ばしていきますよ。胸を張って、はい、この時はね、後ろのつま先寝かせてください。これで、ね、しっかり伸ばしたいよって人はね、ちょっと前かがみになってみたり、上体反ってみたりするとしっかり伸びると思います。リラックスして息を吐きながら筋肉に力が入らないように伸ばしましょう。はい、OK。 で今度は反対にしましょう。左手の横に左足をついてキープします。よし、さあ行きましょう。はい、これもね、余裕があるよっていう人は膝を浮かせてみてください。めちゃくちゃ伸びますよ。もし手首痛いよって方はね、回したりね、肘に変えてみたり、無理しないようにしてください。頑張りすぎるとね、 100% 三日坊主になっちゃいますから。よーし、あとちょっと。 OK。 じゃあ前の足を横に寝かしてください。お尻の方も伸びると思います。後ろのつま先を寝かせてください。いきましょう。リラックスして、ちょっとね、このストレッチに慣れてくると同じ位置は伸びなくなってくるんで、ちょっと体をね動かしてみると、あ、ここに動くともうちょっと伸びるなとかありますから、自分の伸びる位置をね探してください。あともうちょっと終わりますからね。はい、じゃあ今度もう一回右足前に出してもらって、今度は手は頭の後ろ、これでしっかり天井を向く感じ。はい、最後のね、これイーグルストレッチです。ぐーっと天井を向く感じ。まだ余裕があるよって人は後ろ足伸ばしてみてください。さらに上半身をぐーっと振って、リラックスしていただきましょう。すごい伸びますよね。後ろ足なんかすごいですよね、これね。オッケー。あー、伸びた伸びた。めちゃくちゃ伸びた。さあ、反対足です。よし、頭の後ろで上を向く。リラックスして呼吸してください。痛い時ほど息をゆっくり吐いてください。ゆっくり吐く人は後ろの膝を伸ばして、そしてさらに体が広げますよ。伸ばしてみてください。
いやー伸びる、あちこち伸びるし、あちこち痛い。うわちょっと、よーし、オッケー、ゆっくり戻って。さあ最後、うつ伏せです。手首も痛くなってるよね。最後寝たまんまで体を揺らしてください。体、手首、全身を左右に振ってください。これで力が全部抜けますよ。あとちょっとで終わりますよ。さあクールダウンですよ。はい、オッケー。今回のストレッチ続けていけば立ってる姿勢がすごい良くなってきます。体幹が鍛えられて体重よりも見た目がすごい変わってきますんで続けてみてください。最後までできた方はグッドボタンやコメントで教えてください。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて。